河野デジタル大臣は行政手続きの際フロッピーディスクなどを使うよう規定する国の法令がおよそ1900条項あるとして見直す方針を明らかにしました行政に提出をする際に未だにフロッピーディスクで提出をしろ今頃フロッピーディスクはどこで買えるんだというようなこともあると思いますがこういうものはあの早期に見直しをするデジタル庁は 行政手続きの原則オンライン化を進めていますが、デジタル庁が調べたところ、国の法令のうちおよそ1900の条項で、申請やデータの保存方法などとしてフロッピーディスクや CD-ROM などを指定していることが分かりました。デジタル庁は各省庁に見直すよう要請し、具体的な方針を年内をめどに取りまとめ公表するとしています。